しょ。やべ、ポロッと変なこと言わないようにしないと。はい、やってまいりました。この時間、シャラッパンドスケートエピソード63。よっ、はい、毎回毎回ゲストを呼びして、テーマを設けて嘘か本当かわからないような話をダラ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 と繰り広げるこの番組、シャラッパンドスケートなんですけども、本日のゲストは今回もすごい方がやってきてくれました。はい、まず、ケントハードウェア代表、ジャパニーズスーパーラットこと吉岡ケント、お願いします。吉岡ケントで来ました。お願いします。はい、魔術師が来てくれました。さらにですね、まあてめえはファッキン死ねあだ名のユーファッキンダイこと星野雄大。やべえ。はい、そしてね、ここ最近影の力持ち、縁の下の力持ち、ビデオグラファーでスケート業界盛り上げております、竹内正直さん。イエー、僕は初対面です。初対面でお願いします。雄大とケントは知ってますが、正直さんは初対面なので、はい、ちょっと軽く金玉握りながら温めていきたいと思います。お願いします。はい、はい、まあ、今回のトークテーマね、ケントハードウェアの3人、首脳陣の3人来てくれたんで、新しいビデオなんかについても喋っていこうかなと思うんですけども、まあどんな人たちなのかっていうのを軽くね、紹介というほどじゃないけど、僕、まあ、ケントは、僕はあれっすね、多分上京したばっかかどうか分かんないけど、多分そのぐらいの時に、そうっすね、三越、日本橋の三越で、はいはいはい、うん、親子でスケートボードみたいなイベントがあって、そこで濃紺教室とかやってたんだよ、確かに。そうですね、ベニヤ貼ってるとこっすね。ベニヤ貼ってデパートの中で祭事場みたいな感じで、はいはい、スケボー、うん、そのイベントみたいなで、ケントもデモするみたいな感じで僕は MC をすることになって、そこで初めて会って、その時確かね、お母さんいたよね。そうですね、お母さん。そうですねお母さんと一緒に来てる、まだ若き、まあ、今も若いけど今いくつですか。今24っすね。24歳、はい、多分16とか。兄16とかっすね。多分ね、そう、濃紺やたらうまいし、まあビデオとかでは見たことあったし、多分オナンが作った映像とかですとかな。そうですね、オナン最初よく撮ってもらってたんで、うん、ね、よく出させてもらってたっす。愛媛県。愛媛っす。愛媛県から上京したばっかりで、はい、16で上京早いよね。そうっすね、中学校終わって出てきたっす。中学校終わって飛び出して早すぎる。スーパーラット16歳で中学校終わって飛び出してきちゃったと。はい、はい、そんな感じのが初めての出会いで、まあ今に至る感じ。そうですね。雄大は多分なんかオアシスとかあっちの、もう地元青梅だもんね。そうですね、うん、結構子供の頃なんかメッシュキャップとかかぶって、あ、そうですね、めっちゃメッシュキャップかぶってた、ね、青いメッシュキャップとかかぶったりして T シャツも超でかくてXLとかぐらいかぶってきてたっすね。ああ、そうそう、結構子供の頃からスケボーしてるもんね。そうっすね、俺は6歳ぐらいからやってるんすかね。おー、すごい。6歳、小1とか。年長っすね4月なんで、誕生日が。小学校入る前からやってたんだ。そうっすね。まあ青梅とか多摩地区の方で結構よく滑って。そうですね、うん、青梅にランプハウスがあって、そこでスケボー始めましたね、うん、そうそう、はい、そことかで結構見た記憶あったんだけど、なんかでも大人になっていきなりもうおっさんになってみたいなえ、まだ10代そんなひげ生えててまだ10代なみたいないきなり成長して現れただんだん年齢が追いついてきたよ、ね、追いついてきた、ね、最近ね、追いついてきた、ね、そうだよね、18とかそのぐらいの時結構普通に年齢嘘でしょみたいな感じだった。いや、そうですね、免許証見しても信じてくれなかったもんねだって俺の母ちゃんが初めて雄大に会った時に、うん、あんたの友達の雄大くんって私とためぐらいでしょ母ちゃんやばい、ね、母ちゃんでも若いでしょ。母ちゃんは50歳ぐらいですかね。あー、50、まあね、5年ぐらい前としても40年ぐらいに見られた男だ、ね、そうですね5年ぐらいでしょ。いやでも全然冗談なしでそんな感じだったよね。そうですね、めっちゃ言われてましたね。まあ今も言われますけど確かにね。雄大と、ケントは同じ年。そうです、タメです、うん、24とかと
うん、俺は4月なんで25になりましたね。25の年、はい、なるほど。そうなんだ、人いどうしようで、正直くんは初対面なんで何も知らないんですけど、ね、あ、そうそうそう出身とかは、出身とか江戸川区の葛西っていう場所で、なるほど、今現在33歳でやらせてもらってますね、うん、最初言うのやった時はもう余裕で敬語使ってました、言うの余裕年裏と思ってたんですよ、やっぱり、やっぱり結構めっちゃタメ語で喋ってるけど、こいつ絶対先輩だよなと思ってめっちゃめちゃ敬語使ってました。いや、本当にそういう人多いんじゃないですか。雄大もう外見がおかしい、おかしい、いやいや、おかしい、おかしい、そう、やっと追いついてきそうだけど、まだね、あの、見た目の方が上にいるって、はい、全然上にいます。いや、そうっすよね。出会った頃20、あれ、俺が27ぐらいだから、雄大って18、9、うん、そうだね、18、9、5あって18、9ぐらい、うん、全然ケントは年下に見えたんですけど、あまあね、そう、ベビーフェイスって幼い感じなだったよね。怖かったっすけど、怖かった怖かったっすけど何が怖かったんすか、目つき怖かったっすか。なんかもう二日酔いで撮影とか行ったりすると目が怖くて、はい、瞬間から目が、あ、こいつ二日酔い目してやがる、ギラついてんだかヨレヨレなんだかみたいな分かんないみたいな。でもスポット行くとすぐ切れる日があったり、あそう、最近そういうのなくなっても、最近そうっすね大人になったなと思いながら、大人いやそうっすね、うん、じゃあ結構そのケントとか雄大は正直くんとはあのビデオ撮ってもらったりとか、そういう出会いとか、はい、最初はなんかあれですね、雄大はあれなんですよ、うん、もう超キッズの時に、うん、小学生ぐらいの時に、うん、なんかフェイスブックで、うん、なんかスケボーのニュートリックみたいな感じで、うん、投稿してたんですよ、パソコン使って、俺も雄大も、ああ、はいはいはい、まあ愛媛時代と、はい、青梅地元にいてことだよね、小学生ぐらいの時、はい、それケントも早いんだもんね、始めたの、そうそう、俺10歳からやってて、だから小6とかぐらいから雄大の存在は知ってて、インターネット上で、あ、そのフェイスブックとか、まあ、お互いなんかフォローし合ってるみたいな、おお、現代っすね、すごいなで、コメントし合ってるみたいな、9ぐらいでやばマジで小学生で会ったことないけど、会ったことないけど、ネット上の友達だったってこと、最初、そうそうそう、それはもうミクシーではなくフェイスブック、フェイスブックで、あー、ちょっとビール吹いてる、まさか君ビール吹いてる、ミクシーがちょっと懐かしすぎて、いや、もうそのミクシーの次の世代ってことですよね、小学生でフェイスブックっていうのは、あ、でそっから上京した時か、その上京する前に東京遊び行った時かな、多分最初あったのは14歳ぐらい、中2ぐらいの時に、違う、上京してきてだよ、いや、上京する前も遊び行った時に、あれで東京遊び行った時に立川パークで雄大見たんすよ、見かけて、あ、雄大っぽいなと思ってたけど、あの、フェイスブックの、いや、でも俺もケントっぽいなって思ってたんですよ、けど、お互いにしゃいすぎて、話せなくて、そこは現代っ子なんですよ、そこも現代っ子ですコメントはできても喋りかけらんない、それが3日間ぐらい続いて、3日しゃいすぎるで、3日目でやっとお互いに雄大だよね、ケントだよね、みたいな感じで、そっから仲良くなったんですよね、へー、あ、そうなんだ、そうなんですよ、やっぱりそうかみたいになったね、なるほど、あ、そうなんだ、え、立川パークにはじゃあいるかもしんねえとか、そういうことは思ってたの、はそうっすね、思ってたっすね、あの八王子のパークとかプラネット、はい、なんか立川パークのイメージだったから、うん、で行ってみたらいてみたいな、おでしかも結構そのやっぱ同世代でうまいやつみたいな感じのイメージだったから、はいはいはい、なんか結構ちょっと意識してコメントとかしたりしちゃい、が倍増しちゃって、もう3倍増しぐらいになっちゃった、あケントもシャイとかあるんだね今でこそ分かんないけど、中学生か、はい、中学生で、でも中学校でその上京する前に東京行くとか、なんかすごくない、結構行動派っていうか、そうですね、愛媛のローカルのスケーターがよく行ってて、東京とか撮影しに、それに一緒に行ったんだ、はい、連れてってもらったりしてて、それは何、車とかで、飛行機で一緒に行って、おおすげえ、はい、あれか、豚ゴリラとか違う、そうですね、その時は違う、また違う先輩なんですけど、うん、豚ゴリラとかもよく上京した後は来てました、ね、うーん、
そう、四国、愛媛とかね、意外とスケーターいるよね。うん、じゃあそういう先輩に連れられて東京とか来るようになって、はい、で友達できて、なんか泊まれるとこもありそうだし、うん、行っちゃうかみたいな感じで家も決めずに家決めずに、あ、そうだ、はい、僕その会った時家ないみたいなこと言ってたもん。そうです、家ないんだよ、なかった。コンビニの前でアイス食いながらその姿何か覚えてる。どうしてたの、実際問題。あ、でも結構スケーターんち転々としたり、うん、なんかもうパークにとりあえず行って、田町とか行って、うん、滑ってるやつらにとりあえずついてって、うん、で夜遊びとかもついてって、うん、もう帰るまで粘ってついてって、うん、帰る時に行っていいっつって止めてもらうみたいな。やばいね、とにかくスティックしてるみたいな、行っちゃうみたいな感じなんだ。そんな感じだったっすね。でも行けない日もあったでしょ。行けない日もあったっすね。そういう日は、そういう日はストリート、ストリートっすね。近所の公園とか見つけてそこで寝るか、うん、渋谷とかシティにいたら一回クラブの前とか行ってみて、うん、スケーターが溜まってたら、うん、そいつらに今度ついてって、うん、ついてってそう、ついてくやつを見つけて、ついてとりあえず最後までついてくんだよ、ね、で、みんなが帰るっぽい時にいいっすかって始まるから渋谷とか歩いてるとなんかあそこの階段乗せたら寝れっからとか誰も知らないよみたいな。そっと知ってんだ。そういうスポット寝れるスポットとか知ってて怖っと思って。でももう上京してるから、なんつうんだろう、自分の全荷物は持ってるわけでしょ。そうっすね。とか友達ん家に、なんかここ あいつでも来ていいからって最終になったりしたら、そこにちょっとずつ置いてくる。やばいね。ちょっとずつ自分の荷物、なんかマスキングみたいな感じで、そうそう、ちょっとずつちょっとずつ、あの、侵食していくんだ、はい、スーパーラットは。はい、どこにでも出没するんだね。はい、いやでも雄大もあれだよね、こう東京にいながらというか、別に東京の人なのに、なんかそういうことしてるよね。してて東京、そうですね。なんか人の面倒くさくなっちゃうんですよ、ね、とかね、まあ青梅だから、はい、結構西の方だからっていうのもあるけど、はい、こう渋谷とか遊びに来たら、なかなか3日後に会ったらまだ吉祥寺あたりにいたりとか、そうですね、徐々に帰ってる、そう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 、だんだん西の方に行くみたいな、あるよね。俺もちなみに今3日帰ってないです。マジで今は逗子、今一応逗子で家が、うんうん、ね、前は吉祥寺とかにいたもん、はい、でも一個不思議なんだけどさ、雄大とかケンジとか家帰んないのにあんま臭くないんですよ。おお、なんで臭くないのこいつらみたいな。いやまあ体臭の違いでしょ。こんなビールばっか飲んでタバコ吸ってたら体臭臭いに決まってんじゃん。でもなんか雄大いつもいい匂いすんだよな。ね、でもそれはめっちゃ言われるよ、不思議。いい匂いって言われるんだ。なんかその汗とかかいてんのに臭くないねとは言われます、ね、確かに言われる、まあ、確かに家帰ってないしね、うん、普通に聞いたらめっちゃ臭そうですね。やっぱ若さの違いじゃないですか、代謝の。24はもう臭いです。あ絶対にキラキラの10代じゃないか、汗キラキラしてないか。でも16超えたら全員男なんか臭いですから。あーまあね、本来か、マサナオくんが特別臭いだけど、ね、臭いあるある、うん、運は違くない。運は違う。恥ずかしい。そうで、マサナオくんとの出会いはあれなんですよ、はい、インスタの DM で。おお、そこも。あ、最初タイトブースか。最初タイトブース、タイトブースの展示会にいてちょっと挨拶したんですよ。はいはいはい。でその後にインスタの DM で、はいはい、スケートのビデオ作ってみたくて撮らせてほしいんだけど、うん、なんか来て、あ、じゃあ会いましょうっつって会って吉祥寺で、ホープ券食って、吉祥寺のホープ券食って、サトルが大好きなとこね。でその時ちょっとスケボーするぐらいで、そのスケート撮ったことなくて、それでじゃあ一緒に撮り行ってみましょうみたいな感じで、はいはいはい、練習がてら一緒に、うん、なんか吉祥寺のストリートとか、吉祥寺とかもそうだし、意外とがっつりのっけからもうちゃんとスポット回ってて、割と東京駅とか、東京駅の周りとかちゃんと回ってて、ですごいケントにこうやって撮った方がいいっすよとか教えてもらいながら、フィルマーとしてのキャリアをスタートさせた感じです。師匠なんですよ。フィルミングの師匠になってフィルミングの師匠だ、はい、なるほど。完全に。でもじゃあ正直くんはそのケントにをナンパする前はこう他の映像を撮ってたとか、そうです、なんか違う専門が、 PV とかモーショングラフィックスとかそういう映像編集がメインで、もうじゃあガチプロの世界、うん、なんで、なんでスケボーなんでこんなスケボー撮りたいと思っちゃったんですか。いや、あの、もともと中学生の子スケボーやってて、はいはいはい、その流れであの映像を始めて、うん、そしたら運よく新平くんから、はいはいはい、
ちょっとこういう編集してほしいんだけどって仕事が来て、でいざやってみたら、待ってやっぱスケートビデオ作ってみたいわって思っちゃったんですね。あ、まあ編集とかじゃなくもう現場で撮り、そうですね、撮りたいぞと、このバイブス感じてえわみたいな。やばい。そもそもその映像を始めたきっかけみたいなのは何だったんですかね。はもうなんか将来金稼ぎてえし好きなことやりてえなら映像が一番じゃねえと思っただけっすね。ああ、なるほど。それまあ結構若い時っていうか、そう、ね、10代とか20代ぐらいの時の思う。20歳ぐらいにちょうど将来悩んでる時期っすね。ああ、じゃあ、うん、俺は何で行こうかみたいな時に、じゃあ映像だっつって。そうですね。学校とかそういうの行ったんですか。うわ、行ってないっすね。独学でやってて。独学で、うん、そういうなんか PV の仕事をゲットしたりするのはどうやってやってたんですか。いや、まあなんか運が良くて、なんか、うん、結構いろんな、その子ちょうど YouTuber が入ってみたサラミ食いながら言ってますよ、この人居酒屋バイブさんお願いします、お願いします。なんかその子ちょうど YouTuber が入り始める時期だったんで、うん、で、なんかその YouTube、結構有名な、今結構 DV とかいろいろ問題あったマホトってやつがいるんですけど、はい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 、そいつ結構、あの、もう結構重鎮の結構強いやつだったんですけど、うん、なんかそいつと仲良くさせてもらう機会があって、うん、で、まあ、そいつから安定に仕事もらえて、撮ったりとか、じゃあずっと映像このまま一応やっていけるじゃんでやってったら、気づいたら企業からも仕事来るようになって、あ、ラッキーラッキーみたいな。なるほど。でも途中でこのままじゃ俺の人生ダメだと思って、あのケントに DM させてもらいました。なるほどそこもなんか面白いですね。ケントがノリノリできてくれたのが熱かったっす。もうそこがもうケントハードの始まりなんで。そうなんですよ。そこの出会いが。それで練習で撮ってたカットをなんかどうせやったら出そうってなって。うん、ああ、練習でね撮らしてって言って、はい、で最初からガチでスポット行って、二日酔いで怖い目して。うん、で、わ、やっぱスケーターってこんな怒るんだとか。あの PV の現場じゃ絶対ないんで、メイクできなくてバーンみたいな、バーンとか、はいはい、めっちゃ怖いんだけどどうしようみたいな。僕もさっき板折ってる人見てきました。トキヤがさっきバキーってムカついて折ってたね。まあ、そういう現場に、じゃあそこは居合わせたことない現場 で、ね、ケントをつながってそっちの社会、まあ、新平ケントとかのつながりでそうシュルシュルっと、そうですね、やってみたら、まあ、じゃあ雄大もその流れであったっていう。そうですね。そっか、じゃあそれがケントハードウェアの発足じゃないけど。そうですね。でもケントハードウェアはどうやって始まったの？映像を抜きにして。あ、でも実は映像で始まってて。あ、なんか映像出したいから。で、俺その時にちょうどブランドやりたいなと思ってて、なんかブランドっつうか、まあクルーみたいな、うん、その仲いいやつらのチームみたいな一個作りたかったんで、そのマサオ君と撮ってたやつをそれとして出そうみたいになって。はいはいはい。で、なんかビスでもやるかと思って、ああそう、ビスだったらライダーもそんなについてないから、ね、ああ隙間産業的なやつだね、はあ、いろんなライダー取れるし、ね、ああで、ビスで行こうみたいになって、ああで、名前どうしようってなって、思いつかなすぎて、ああ名前にしたっす。自分の名前ね、はい、ケントハードウェアでいいかと、はい、そのままそのままでいいかと。まあでもあのね、頭文字取るみたいな KNTHW、 ああいうのは誰が考えたの？自分で。あれ、正直くんがなんかそのブランドのロゴを作りましょうよみたいに言った時にそれが送られてきたんですよ。それで、あ、これいいじゃんみたいになって、なるほど、まんまみたいな。やっぱなんかいい出会いというか、いい時に出会っていいタイミングでいい感じに進んだんですね、うん、そこが、そこがいい感じでした。その頃ちょうどあのいいのかな、休婚とかあったんで、はい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 、いい時期、うんうん、そこでもなんかプレスリリースとかも上映とかもしてくれる、うんうんうん、T シャツも出していいよみたいな、うんうんうん、なるほどなるほど、会長すぎるスタートを切ったんですよ。あ、そう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 か、ちょっと撮らしてようから、はい、じゃあ俺もなんかやりたいから、なんか撮れちゃった映像なんかするかっつって、うん、ブランド始めるかっつって、はい、ビスで、わかんねえな名前っつって、ケントハードウェアでよくねっつってKNTHW だろうみたいになってスタート、はい、じゃあやっぱそっか、マサナオくんとケントの出会いがまあきっかけというか、そう感じなんだね実際ね。はい、でだから最初の2本ビデオ2本ぐらいはケントアドゥアは俺しか出てないんですよ。ああ、そのマサナオくんがうまく撮るのうまくなるまで修行してた期間のやつなんで、うん、うん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 、ああなるほどね。でその後うまくなってきても撮れる師匠みたいになった時に、うん、友達めっちゃ呼ぶようになって、ああなるほど。で森重だったり
あーそうだよね、流進だったり読んですごい大変でしたね。いろんなケントだけじゃなくて、いろんなスケーター、フィルマーって体力超必要だなと思って。あーいやそうっすね、特にツアーとか地獄じゃんと思って。まあ踊りケントハードウェアの危機もあったしね。ケントハードウェアの危機、はい、なんか沖縄ツアー行った時にみんなで飲んでて、シシャカラオケ行こうぜみたいになって、なんかそのビリヤードとかダーツとか全部ついてるなんか飲み放題のバーみたいなところがあって、スナックチックな感じので、そこに行ったらもうみんなベロベロすぎて、ケントとかもカラオケ調してて気持ちよく肩組んで、わーみたいな歌ったら、いきなりなんかなんだっけ、マサナオくんがなんか言ったんだよね、一言。マサナオくんがなんかめっちゃ酔っ払ってて、で、なんか、なんだっけな、なんか、なんか舐めたこと言ったんだよね。そう、忘れね、そう、忘れちゃったけど、なんか舐めたこと言ったんだよね。内容は忘れちゃったんだけど、10個ぐらいって教えない先輩にやばいんだよ。俺はね、覚えてる、俺は1個覚えてる。1個覚えてるのは、その時の昼間の撮影で、その、すごい、吉明っていうライダーの子、その、沖縄の、沖縄の、そう、ちょもんこで、撮ってて、とはまた別で、別で、はいはいはい。で、なんかその、すごい時間かかって申し訳なさそうにしてたから、いや、じゃあお前もう申し訳なかったらこの後じゃあなんか奢ってくれよみたいなことを冗談で言ったら、ケントが、お前金のために取ってんじゃねえよって言われて、金のために取ってんじゃねえよって言われて、そっから大変化ですね。もうね、おお、それ、だってそれはカラオケじゃなくて、もう撮影の現場ってこと？撮影の現場でそういうことがあって、その後酒飲み行った結果、あの発言なんだよぐらいのみたいな。なるほど。しかもその日、あのケントの撮影、俺一回ミスってて。ああ。そうだ。そうだ。そうだ。昼の撮影で、俺の めっちゃうわ来たーみたいなやつを取り逃してた。取り逃してた。とか、ライク。いや違います。あの単純にあの距離感の失敗を。ああ。そうだ。もう取れてなかった。足入ってないとか確かに。そういう感じのがあって。うん。メイクした後のフラット行くときにちょっと距離空いちゃってみたいなのミスがあって、でも多分いろいろあって、そうとかでチクチク溜まってたんですよ。なるほどなるほどね、なんかよくねみたいな感じで溜まってて、ゲージがビビビビってきたんだ。ちょっとビール開けるわ。おいっす。それで夜カラオケのところで、もうほんと俺もほぼ覚えてないんですけど、その時もうめっちゃヘベレケ状態で、なんかその吉明にブイみたいになってる正直見て、多分俺プチンって入っちゃって、てめえ金のために取ってんじゃないって。でもそれ受けるのが、そのケントめっちゃ気持ちよくカラオケ歌ってたんですけど、そのカラオケ歌いながら歌詞みたいにその言葉を言ってて、フリースタイル入ったなんか歌っぽく言ってるみたいになって、そしたら正直くん泣き始めちゃってね、もうケントハードウェアなんてやってらんねえみたいになっちゃって、それも歌の歌詞に乗せて。マサノくんはもう本当に鬼いじけっすね。もう俺も27歳で、あの仕事を軌道に乗ってんの全部捨ててスケートビデオ行っちゃったんで、はい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 、まあ金のためじゃねえんだよみたいな気持ちがめっちゃあったんですよ。はいはいはい、そうじゃねえぞと、ケントに言われるのが寂しすぎたんですよね。え、それはもう結構本当取っ組み合いの喧嘩ぐらいまで。いやもうほぼ取っ組み合いみたいな感じ。取っ組み合いにケントが行ってたって感じですね。胸ぐらとか掴んでたんすから。マサノ君の泣いてんじゃねえとか言って、めっちゃでもね尖ってましたね。全然今と違うっすよ。トゲトゲ受けた、全部切れてたもん。それで俺はもう沖縄の国際通りで寝て、もう路上で寝て、朝暑すぎて起きたらケントがいじけてねえで帰ってこいよ。やべえ超青春。それでそしたらいつの間にかね仲直りしてたよね。その沖縄ツアー中にちゃんと次の人が。そうですね。ああ青春。正直くんもなんか変に意地張って、いやもう俺絶対一緒にいられないわみたいなんで、どうすんのみたいな。いやもうその辺止まるから大丈夫とか言って、一人だけ全然違う。だから俺はお前の覚悟その程度かよって送ったんですよ。ムカついて。まだ煽るぞ。まだ。そしたらそれでムカついて戻ってきたさ。あれちゃんだよって取るわ俺は、あれのためじゃねえしって。いやそれやばいね。いややばかったっすね。社会の授業で出てくる2000何年ケントハードウェアの危機でしょ。年号覚えとかないと。
やばいね、本当になくなると思ったっすね。あーこの時ね、お互いまあ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 言ってたけど、あーあーあー、だったんで、あーそういうことだったのねいやなんかそういう沖縄ツアーの時なんかそんなことがあったみたいな軽く昔雄大から聞いたことあったような気がするけど、そんな内容だったんだね、はい、そうですね今初めて詳しく知ったなんかもう混ぜるな危険なんですよ、意外マサナブ君と俺2人でやってるんですけど、もう2人ともトッゲトゲなんでマジでね、連絡つかないしね、お互いに、お互いねなるほど、その危機以来喧嘩はなくやってるんですか。一応喧嘩はないから、な喧嘩はないね、はい、あそこまではない、うん、で連絡取れなくなった人がケントが本当かっけえこと言ってくるんですよ。あ、いや本当やりたくなかったらやんなくていいしみたいな、やりたくなったらやればいいじゃん、あ続けてこうよみたいなことちゃんと言ってくるんですよ。あなるほど、バイブスもらうみたいな。なるほどね熱い、そっか。じゃあケントハドウェイは、まあ、この二人がまあストップ最初始めたのはやってるんだよね、はい、でもあのまあビデオとか見てるといろんな人出てくるんだけど、はい、しっかりとこいつはライダーみたいな、まあ雄大はもちろんそうと思うけど、はい、何人っていうの決まってるんですか。今のとこ30人ぐらいですかね大体多分でもなんかライダーっていう感じでもまあそうっすね、ライダーか、まあ、ファミリーみたいな感じですね、うんうんうん、ちょっともうケントが撮りてえと思ったら撮り行ってよって言われるみたいな感じですね。ああなるほどでケントハードウェア以外のなんつうんすかね、ケントハードウェアじゃないやつとかも 撮ったりもするし、うん、まあね、この間出た新しいビデオとか見るとあれは何分だ、20分ぐらいとか、はい、そうですね、それくらいですかの結構大勢の豪華なメンツ出てるじゃん。そうですね、でもあの辺は一応もうみんなライダーっていう国、そうですね、ライダーとかファミリーちゃんと本当にビス上げてる。そうですね、上げてるっす、一応配って。ケントハードウェア、でももう最近ビス作らずもうビデオばっか作っちゃってて、やばいな、ビスがねえみたいになっててまあでもそれこそもともとね、なんかクルー作りてえなみたいなことを言ってた、はい、ケントのなんかぼんやりしたイメージが本当にそういう風な感じになってるっていう、はい、ことなんじゃないのかね。でしかもあのその喧嘩の時もそうなんですけど、沖縄の、はい、金のためにやってないから稼ごうと思ってないんですけど、うん、よく考えたら俺その時19とか20歳ぐらいだったんで始めた時が、うんうん、だから全然分からずになんとなくブランドやってたらかっけーっしょと思っててブランドやってたんですけど、マジバカなんで、でも今になって思うんですけどブランドって稼ぐためにやるんだよなと思ってっていうか、なんですか、仕事としてやるわけじゃないですかブランドって普通、うんうん、っていうことに気づいてやっぱビスとか商品作んないとやばくないみたいになってきてて最近何かね、まあでも土台はしっかりと作ったみたいな段階はあるんじゃないの。そうっすね、うんうん、だからね、今まだそのツアーその宿だけ取っといて、うん、でみんな交通費とかも自腹で来てもらうみたいな感じのやつをどうにか全部出せるぐらいまでまず持っていこうっていうとこですね。すげえ。その商品お金で買えんのが下手すぎなんですよ。あ金に興味がないんですよ俺も正直君も全く。そっか、じゃあまあその正直君も映像の方でしっかりとあのメインは仕事はしてるし、そうですね、でもケントハードウェアはもう何年だ、その結構続いてますよね。確かに5年ぐらい、5年だわ、5年だ、今年で5年。でもなんか一番最初の方さ、こうベルディとコラボみたいなさ、はい、なんかそういう打ち出し方的にはなんか幸先良かったよね。確かに、確かに有名人の人に、確かに何したことでもなんか無意識になんかやってたよね。なんかもうケントのバイタリティがエグすぎて、大体なんかあっちこっちの人の声かけてなんかやってるんすよやってるんすよみたいな、はい、いろんな話持ってくるんですよ。はい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 。でも結で全部一応形にするんですよ。はいはいはい。でもなんかその後結局自分たちが何か作ろうと思った時に金にしようとは思わないですよそれはなんか話題を作って注目を集めてはめちゃくちゃ得意で自然とやってたけど、あ、そういえばこれ金にしなくちゃいけねえなみたいなのが最近最近そのテーマなんですよ。なるほど。まあでもさ、そのケントはまあもちろん新平とか和美とか大東ブースエビセンだったりとかの人たちと近かったりとか、なんかそういうこと上手な人たちと一緒にいたりするじゃん。はい、だからめっちゃ憧れがあったですね、そういう先輩見てて、うんうん、なるほど。ブランドでなんかすごいアーティストとコラボしたりとかしてるのかっけえと思ってて、その動きに対してかっけえと思ってて、うんうん、だからそうですね、憧れて俺はもう真似事みたいなことをやってたんですよ最初。なんかね、エビセンも自分で門を叩いて俺をライダーにしてくれみたいな言ったみたいな言ってたよね。そうですね、俺もこんな感じで入ってもうめっちゃリスペクトしてて憧れてて、うん、
本当になんかそうっすね、まあ、今でも変わんないんですけど、うん、本当憧れを目指してなんか真似事ずっとしてる感じなんですよずっと、まあ、だから近くにねそういう人が結構多かったっつうの順次とかもさそうっすね、うん、順次もね、まあ、雄大もそうだけど変なサングラスかけてる人はいるなみたいなおけんとお前いる雄大もいるみたいなおけんも近いみたいなそうね、おけんとか雄大も近いもんね、うん、そうですね、うん結構最近大会のジャッジとか一緒にしたりしてますああ熱いちゃんと裏方もこなすようになってそうですねプレイヤーもこなしながら保健さんなんか年下に見えるよねああ確かに確かにケントハドウェア相当じゃあ長くやって続いてるんだね、うん、その中にはそういうなんか続けようぜみたいなケントの熱い声があったりとかああもうケントがいなかったら俺は潰れてますねあれビデオ作れば作るたび残高ゼロになるんですよやばい逆につぎ込むぐらいもうフィルマーは金かかるなそうなんかじゃあそれきっかけでこうグラビスとかも撮るようになるっていう感じなんですかそうですねその流れでなんか、うん、あのコンテージョンっていうビデオを1回作った時に、はい、その試写会のとこに多分保健さんが、うん、多分見せてくれて、うん、声かけてくれて、うん、じゃあ仕事として撮ってよ、うん、っていう感じでオファーいただいて撮らせていただいたんですけど、うんうん、やっぱその自分の中でスケートビデオとお金がどうしても結びついてなくて、はいはいはい、でまあそれでまあ結局はやっぱスケートビデオスケートビデオは俺の中でプロップスの一面でありたいから、はいはい、結局お金もらって撮りたくないから今はやめちゃったんですけど、はいはいはいって感じなんで、やっぱケントとこのなんかバイブスで撮ってる方が多分自分はちょうどいいなっていう。なるほど。だし楽しいっすよね、うん、それが。まあそういうの作品に現れるよね。はい。でも結構そのこの間のあのビデオとかいろんな各地というか東京だけじゃないし遠い人とかも多いじゃない。はい。ああいうのは。みんなから映像を集めたりするのそれって ほぼマサノ君撮るあれはマサノ君と撮りってですよね撮ってるのとあと一応まあ何本か集めたりのもあるっすけど、はいはいはい、あとナオヤンが撮ってくれてるのもあるし、うんね、最後 あのフィルマーのところに、はい、でも8割マサノ君と撮りって、そうなんだケントも撮るんだ俺も撮るんで、うん、映像確かにケントの名前もあったねであれ出てる県外のメンバーとかはアップルの時にあの撮ってたんではいアップルねはい iPhone で撮るだから iPhone じゃなくなったバージョンっていうイメージですなるほどケンターでは結構はいはい、はい、それ言ってたもんね、うん、なんかあれのクオリティ高いやつやりたいっすみたいな、うん、感じで言われてじゃあケントハードウェアって形にしてそういうビデオプロジェクトでやっていこうよ、うん、っていうのが多分主軸にあるもんねうんなるほどいやじゃあそうやってそのねケントハードウェア始める前なのかな iPhone でみんなで撮って、うんクルーで映像を出そうっていうアップルっていうあれこそまあクルーというか映像作品の名前みたいな感じだよね、うんうんうん、結構な本数ポコポコ出てたよねそうですねもう1年に3本4本出してますね異常なワンシーズンに1回、はい、じゃあそれがまあケントハードウェアとして正野くんが入ってクオリティの高いものに昇格したというかそうす、ね、上がっていって今があるっていう感じなんだはいじゃあまああれっすね映像作品の話まあこれからねこの間のバンバンするとしてちょっと中間なんで曲聴きますか？なんかあいいっすねいいなんかケントのハマってる曲だケントのハマってる曲ありますよこれめっちゃいいのありますよじゃあタイトルコールをしたらタイオスが編集でサクッと入れてくれるんでなるほどもう最近ここ2日ぐらいこれしか聴いてないっていうやつがあるんですけどなんかこれでもなんていうんですかねあれっすねもう自分の気持ちを高めるために聴いてるんですけどジュンノスの夜の打ち上げを見たことあるかいですねおき昼間になって衝撃波の輪を広げながら星になりに行くすげえなあんな風に行きたい闇をたった一人きり咲いて僕もあなたもまだまだ
ゆける。そんな気にさせてくれた夜だ。だってまだ諦めちゃいないだろう。握った手の圧力と食いしばってる。歯ぎしりの音がそう言ってる。たかが人生さ、あれは昨日一昨日ぐらいになんか車で流れてたんだ友達の、うん、それでめっちゃいいじゃんってなって、うん、もうずっと聴いてるっす今毎日聴いてる。3日ぐらい家に帰ってないけどそれは聴いてると思う。ずっと聴いてるっす。なるほど、まあ、iPhone の充電とか大丈夫っすか。ちゃんと充電させてもらってる。あ、充電してますスーパーラッとしてるの。はい、もうまあでもその動き若い頃から染みついてるっていうのがすごいね。
泊まり歩いて、そうですね、なんかしっかりその辺はちゃんとやって、家借りてもやっぱ結局帰ってないっすね全然いやそれが普通になっちゃってるからやっぱさすがですバラと、うん、そうかね、雄大もまあ DJ とかねやるから、そうですね、雄大しかもあれだよね結構なんつうの DJ って言っても一般の DJ とは違うというか、そうですね、珍しいとは思うんですよ ねロックでレコードなんだけどすげえロックかけて、そうですね、結構めちゃくちゃ重いズーンってやつとかいきなりかけてる、そうですねそれが気持ちいいっすね、ユダイ DJ いいよね、うん、めっちゃ言われる最近評判良くなってきた、楽しい、ね、でも月1でやってたあのイベント、はい、あれもバーチェキでやってたやつ、はいはいはい、あれはもう昨日終わっちゃいました、あ、昨日だった、昨日でラストでした、昨日でラストだった、はい、7月14日までですね、あ、じゃあ7月の第3水曜がなくてできないって感じで昨日がラストでした、あー、パーティー2今日だもん、じゃあそうっすね、なるほど、でも昨日はめっちゃ盛り上がったっすね、うーん、ラスト、はい、オーディーラスト、はい、ずっと人いたっすね、へー、そうね、あの今完全聞いてる人置いてきぼりにしちゃったけど市場にあるね、あの歴史のあるバー地域が7月の14日に終わるってことで、そうなんです、一旦終わるってことで、一旦終わるって感じです、うん、あのオーナーのねアビー君がもうラストで人を呼んでパーティーをしまくってるっていう状態が今ですよね、そうですね、で昨日あったと、うん、やーべえ生き逃したそれいや今日も朝早かったからちょっと厳しかったけど、そうですね、昨日はしかも長くて、うん、9時5時でやってたんで、夜の9時から朝の5時までやってた9時から早いね、でも俺全然朝5時までいたんすけど、うん、まだやってたっすね全然終わりそうな気配なくて5時スッと出たっすもんね、あ、5時の時点で終わりそうな気配なかったやばいね、お何時までやってた、いや結局ね、いや長かったよ、何時、7時ぐらい、あ、7時ぐらいか長いね、でも地域日の出行くんでしょ、ん、地域日の出の方でまたやるみたいな、そう、あの記者会やったくとこで、そう、日の出、まあまあ、日の出町、日の出町、なんだっけな、あの駅の名前、モノレールのね、日の出って駅の近く、あ、日の出町駅でやるんだ、で、そうっすね、ケンダーデアの記者会やったとこがあって、うん、スタジオ芝っていうとこがあって、うん、そこでバーが地域になるみたいで、一瞬一回そこに行くっぽいですね、浜松町の方なんですけど、アビックそうなんだ、確かオンライトしかなってなかったかな、アビック、うん、確か、でもなんかケントハダイの試写会であそこ繋がってそっち移動するってのは嬉しいよね、熱い熱いみたいな、俺地域で遊び始めたから、うん、16歳の時に、はい、うん、やばい、もう地域の話とかめちゃめちゃね、止まんないっすか俺もう16位で初め女のラッパーがライブしてて、うん、そこにはい、うん、スケーターみんなで撮影終わりに、うん、アップルのクルーかなみんなで、うん、ウェーって今日めっちゃ撮れたな俺たち一番かましてるっしょみたいなイエーみたいなやってたんですよ、そしたら女のラッパーがそのままライブ中にそんな騒いでるから、うん、なんかお前ら一番かっけーとか言ってるけどなんとかかんとかみたいな言ってきたんですよ、で俺それにプッチーン来て待ってた頃の俺16とかだったからさ、ふざけんなんでなんかスケーターだけど返すぜアンサーみたいな感じになっちゃってで、それで、でなんか最終的にもうヒートアップしすぎて俺マイクぶん投げて帰ったんですよ、その日で、その次の日にもう一回俺地域行ったんですよ、そしたらアビー君が、あ、お前昨日のやつじゃんってなって、で、お前イベント打ってみろよみたいになって、お前がイベントやれと、そしたら未成年80人ぐらい来ちゃってで、店員でも友達みんな来たら全然見せないのだみたいな、はい、アビー君びっくりしたのかな、ね、で、そっからアビー君めっちゃ仲いいんですよ、へ、こいつはたわもんじゃねえと思ったんだろうねイベントやってみろっつったらやって全部見せねえかよみたいなアウトでしょ、アウトでしょ、アウトアウトアウト、いやそうね、地域の話はまた別で一本取れるぐらいあるそうですね歴史も長いしね、確かに雄大とかケントあそこめっちゃ遊んでるよね、はい、うん、DJ 始めたのも地域だったので、うん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 、あそこなきゃ DJ してないっすね、うん、そうだよね、はい、そういう場所だよね、はい、まあ地域だよね、そうだよ、いやまあでもケントハードウェイの話をじゃあ戻しましょう、そうまあいろんなあのね、あのそういう場地域のハプニングとかあったけど、ケントハードウェイも沖縄に行ったらハプニングがあるとかいろいろあると思う、うん、この間のその映像
作るにあたってなんかこう珍事件とかなんかそうありましたかっていう、ね、まあ、基本マサノくんは電話出ないですね。撮影行きたくてもなんで それにめっちゃ言ってたね。いやお前そりゃそうよ、そりゃそうよ、そりゃそうよ。撮影行きたくて電話してんのにガン無視ですからね。いやガン無視は言い過ぎ、言い過ぎ、かかっても来ないですからね。たまにかかってくるぐらいで行けないじゃんみたいな。でも雄大も雄大であれなんすか、マサノくんに撮ってもらってワンカット撮れると家まで送ってって言われて、あ青梅まで、青梅まで送ってくんないんだよ、ダメんで。でもマサノくん送ってくれるから、そう優しいから、優しいから断れないっすよ。めっちゃ優しい、死ぬほど舐められてるんですよ。いやでもめちゃくちゃいい関係というかねえ、10個ぐらい年違うのに年上だと思って最初敬語使ってそしたらもうめちゃめちゃ舐めてくる後輩ね。で時々なんか俺の地元で飲み行ったりもしたんですよ。 あ今日家帰んないで笠井で飲もうよ、すぐたかってくるんですよ。めっちゃ金使った。しかも若菜君の地元の友達も飲んだし、飲んだ。あ、その笠井の方、そうだよ、ね、俺全然知らなくて合流しに行ったら若菜君飲んでてめっちゃ仲良くなったよね。仲良くなった。あの雄大ほんとなんか人を送らせる天才なんですよ。 あの送ってもらう天才なんですよ。でも一応なんかこうワンカット取れたからとかフックはなんかあるんですね。あ、そうそうそう、きっかけはなんかあるんですね。フックだけ、あのフックがすごい弱いフックをめっちゃ強くするんですよ。もう針金がいいのそのフックを、いやでも俺あれやったからみたいな、結構ぶら下がってくる、ずっとそれでぶら下がるタイプ、耐荷重オーバー、耐荷重オーバーぐらいのフックでぶら下がってくる、ぶら下がってきてもうずっとごねてくるんで、しょうがねえなっつって、しょうがねえなっつって、もうあじゃあ優しいんだね、まさかのほうがね、家が火災なんで、うん、青梅とか普通に、いや逆さよ、もうマジで、あの夜中に東京横断させんなよみたいな。イーストサイドからのウエストサイドウエストサイドなんで。そこ、いや、やばいね。相当立ち悪いです、こいつ。あー、それは電話出ない。まあでも、あの飯とかおごったりするんで、そういう時はお、ね、あ南京店とかね、すごい、あー、それもなんか弱いフック、弱いフック。いや、でも、それに乗っかってきてたじゃんね、南京店も食えるんだったらみたいな。いや、食えるんでしょ、自分言い聞かしてるみたいなことなんじゃないですか。まあ頑張ってるからなとか、頑張ってるからな、優しい。ってことはこれからもっすね。取れたろ。優しい。めっちゃ頑張るけど電話出ないからな。出るっちゅう。4回に1回は出るっちゅう。いやでも取ってる時さっきみたいに取れてなかったとか、やっぱりその最初の頃とかめちゃくちゃあったと思うし、はい、なんかこう勉強していく中でなんかこうビデオ的なハプニングみたいなのはなかったんですか？なんか、あの撮れてなかったは今んとこほぼないもんな。うん、おデータなくしたもないもんな。ああ、うん、それ嫌だよね。うん、なんだろう。あ、ぶっこけだよね。ずっこけだよね。確かに。あれはおもろかったね。ぶっこけとか、あの撮っててケントがちゃんと。なんか LINE だったんで、はいはいはい、最初の 1,2 発メイクした後にもう一回フラット挟むよみたいな、はいはいはい、時に俺フルプッシュするからって言ってたんですよ、うん、そうで、しかもその途中の道が俺もやっててあの気づいたんですけど、うん、あのパコンでウォーリーして着地してちょっと行ったとこで回してみたいな LINE だったんですけど、うんうん、それやるわっつって、うん、パーンって行ったトライしてパコンウォーリーしてウェーって行ったと、うん、うんってなったんですよ。あの、うん、アスファルトがちゃんと乾いてない出来たてのアスファルトで柔らかいぐにゃぐにゃでちょっと埋まるやつ、はい、で、うん、うん、ちょっとおーって思ったらまさかがパーンって吹っ飛んでその情報がなかった。そっからフルで行くぞっていう時に知らなかったと。あーめただ路面が補正されてるなぐらいに思ったんだよね。でもちゃんとソフトビルとかそういうスケボーになって追い取りしてるわけですよね。はい、あでもそれはすごいっすね。あの鬼ごけ一番痛かった、ね、カメラぶん投げてたもん、ね、カメラは大丈夫、カメラ大丈夫です。あのサノオくんよりカメラ心配してあれすごい心痛かった。だってみんなだって俺のところで先にカメラの方行ってカメラ全部カメラ見てていや俺はんだなだって俺あやばいマサノこれ不穏でなった時にあこれマサノくんやばいかもってパッて見たらもうカメラがシュンってマサノくんよりもあカメラってなって予想通り予想通り
じゃあカメラはこう宙を舞ってぶん投げちゃったの？いや、ちゃんとあのギリギリでスライドさせようっていう意識はあったんです。いや、まあ、自分を犠牲にして。はい、もう一応自分は犠牲にしてます。自分を犠牲にして本来スケボーであのこけたら多分両手つきたいじゃないですか。はいはいはい、はい、のところこっちの手はつかずにこうなってたんで。わかる。右手上にもいやけど、普通に遠くからこう見てた時はもうぶん投げてる風にしか見えなくて。だってマザナウ君なしでカメラだけついてきたもん。うん。でもちゃんともう手のひらつきたいところ肘からいってるんで、スクワットに対して下ってて、あれ痛そうだった。それは沖縄、しかもその後とかじゃない、喧嘩したの。あ、そう、その後にその後にそのケントハーメンの危機があったんですよ。その危機は結構 前っつうか、そうですね、結構前だね、割と前だね。今回のビデオでも沖縄行ってたりするんじゃないの？そうっすね、なんか言うだよ、ほら、はいはいはい、あれ、そうっすね。あ、その時はあれっすね、あのケントと雄大がちょっとバチバチしてた。あれ、そういう時もあった。いやでも、え、どの時？ちょっとだけっす、ちょっとだけっす。あの俺でもケントがちょっと一緒にいなかったんですよ。そうなんです。そうそう、ケンチ泊まってて、はいはいはい、ツアー中ずっと雄大が一緒に動いてなくて、あー、ケントあいつ気合入ってねえよみたいな。あれあれ、それいい話だね。あったっすわ、あいつ気合入ってねえみたいな。あのその沖縄ツアー行って、うん、俺エアビー撮っててみんなそこにスネークするみたいな感じで行ったんすよ、うん、したら雄大、うん、雄大が沖縄にしようって言ったんすよ、うん、で雄大が、うん、沖縄いいじゃんっつって行ったのに、うん、雄大1日も撮影合流しないんすよ。撮影に合流しないんすか？そう、1日も来ない。2日も1日目も来ない、2日目も来ないで最終日まで来なくて。何やってんの？いや、りょうたくんとスケボーしてた。うん、そう、で、あいつマジダメだみたいな。琴良とか、たけしとかめっちゃ頑張ってんのに、うん、あいつマジで、なんであいつが沖縄にするっつって来たのに、うん、マジ気合入ってねえよみたいな、うん、全然ダメだって言ってたんすよ、うん、そしたら最終日いきなりもう全然目開いてない感じで来て、おいっすねみたいな感じで来て、うん、で、てめえと思ったら俺やりたいとこあんだよねっつって、うん、で、行ったとこがドハンマーで、うん、あのウォールのやつ、ウォールのやつ、うん、で、あれをもうメイクして、うん、もう全長消し。お前やっぱやるじゃん。お前やっぱやべえな。しっかりハグしてる映像映ってたよ。もうそれまでも雄大に愚痴しかなかったんですよ。あいつ来ないな、あいつ来ないなみたいな。でもメイクした瞬間一番喜んでるのケントに。やっぱね、昔からフェイスブックでやり合ってるから、ね。そう。絆が。お前やればできんじゃん。いやでもなんでケントハードウェアのツアーで行ったけど。りょうたん家に泊まって、いやなんかそれもその自分がやってるブランドと一緒に混ぜて作れたらいいねってなってて、うん、でりょうたくんのカットも撮れたらいいねって思って、うん、りょうたくん一人にしてたら絶対動かないと思って、うん、一緒にいたら結局一緒に動かなくなってたって思って。どういうこと？友達か。友達系ね。一応志を持ってそうフックアップしに行こうと思ったら、はい、で自分もだよって言ってもあ、それもいいねみたいな感じで流されて、うん、そうですね。なるほどね。沖縄タイム入っちゃって、あれ共倒れてたんだ。そうだね、共倒れだったのか。なるほど、そういう状態だったんだ ね、うん、そうですね。あ、共倒れして、じゃあ最終日にまあなんかやるかと、うん、で、ちょうど近くにいたし、とりあえず合流し、もうさすがに合流しに行かましょうよみたいになって、うん、それ合流した時にそれが取れたって感じですね。なるほど。で、雄大やっと来たなと思ったら、そのハンマー取って、ああ、で、っ全部帳消しになります。いや、素晴らしいですね。そっか、ケント超嬉しそうと。あれ嬉しかったな。まあね、ちょっと鬱憤も溜まってたし、はい、かつくわ、あいつちゃんとやるなきゃと思ってたら、もう予想以上のやつが来て、お前やるじゃん。あれ基本暑いんだね、ケントはね、そうやってなんかこう、うん、まあみんなをあげるじゃないけど、その うん、ちょっとその、うん、怒るポイントもなんかなんつうの、暑くないからとかさ、うん、ちゃんとやれよとかそういうことじゃない、うん、ね、まあ、じゃあこの2人は大丈夫ですか、もう喧嘩は。まあそうっすね、佐野君とケントのもう大丈夫なのかな。、うん、なんかね、だいぶ深まったよね。だいぶ深まった。もうまあね、喧嘩とかするとね、久々見たいけどね。まあめちゃめちゃ酔っ払ったらあるかもしれない。あん時ぐらい酔っ払ったらあるかも。確かに、カラオケで、うん、マイク掴んで、胸ぐら掴んで。まあ、一番ひどいのはそれを覚えてないっていう。ケント、ちょっと覚えてないわ、みたいな。あともう一回ぐらい泣かしてほしいかな。得意で、ね、泣かすやつね。得意分野でしょ、ケント。じゃあ、まあ今後、ケントハードウェア、泣く、ね、喧嘩からの
仲直りからの号泣事件を号泣事件歴史の残る1ページとしてなるほどね。まあまあ後半戦なんであれですけど、そうあとあれっすね、あのビデオ出しトレーラー先出したんですけど、うん、俺トレーラー出した1ヶ月後に逮捕されて、あ、そう、そうなんですよ、あの時期だ、はい、あの時期なんで、試写会の場所とかも全然決めてないというか、うん、日にちだけ決めてたんで、うん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 、試写会の場所も会場も決まってない、うん、でビデオも完成してない、うん、でただ予告編だけ出した、うん、その状態で俺逮捕されたんですよ。やばいね。試写会のトレーラーを発表した、あ、試写会さん、試写会のトレーラーを発表したすぐ後、すぐ後です、何月何日びっくりした、あれみたいなまあでもまあ出てくるっしょみたいなそれまでには出てくるっしょみたいな感じではあったっすけど、まあ、びっくりしましたね。え、試写会延期するのみたいなバイブスではいたんですけど、全部ちゃんと予定通りにやったもんね。あ、そこはじゃあ、もともと打ち出してた予定にちゃんと収まったんだ。収まりましたね。間に合ったっすね。もう出てきた瞬間、速攻全部あれ、もう場所決めて、うん、なんかいろいろ動いてビジネスマンみたいに聞こえるけど出てきた時のケントのなんか行動力すごかったっすもん。あ、もう計算するかのように、もうあの多分いっぱい考えてたんでしょうね。ああ、だからもう暇すぎてで、なんか弁護士みたいな人が差し入れでノートくれたんですよ、うん、で、それにもうやることめっちゃ書いてて、で、もうやることは決まってたんですよ。もう場所も決めてて、中で、いや、あそこでやろう、ここでやろうみたいな。うわー、それすごいね。で、バーは地域に頼んでみたいな、全部決めてたんで。なるほど。だからもう出た瞬間にそれもうパコパコってやって段取りまくってたんだ。段取りまくっても実行するだけ状態にしてたんだ。はい、あ、それすごいね、でもね。で、パパってやって、うん、で、じゃあ予定通りメイク、予定通り全部それがこの間の映像と、そう、今話してる話題の映像と、はい、あ、ちゃんと大阪の時とかもちゃんとライブとかも組んでて、うん、あ、はいはいはい、結構大変じゃないと思ったんですけど、うん、全部ちゃんと、はい、もうフラストレーション溜まりまくってもう全部吐き出したんだ、はい、中で。だからもう大阪の社会とかライブやっちゃおうみたいな思って、あ、なんかもう本当にムカつきすぎて警察に、もう本当にマジでクソ、もうとりあえず裁判終わるまではもうペコペコして、そっからマジでクソ中指立ててやるって思ってたんでそれは全部やった感じですか。おー実行したんだね。いやー、すげえ話だな面白いですちゃんと大阪のちゃんとなんか自分のスケートビデオを上映した後に、うん、その後ライブするっていう自分が、うん、あんまり見たことない形を、確かにこいつが実行してるわと思って、うん、かっこよって思ってますね、なんかダブルじゃないですか感想をビデオ作ったの俺だけど、かっこよこいつみたいな。いやもうほんで東京試写会が最初だったんですけど、うん、本当にもう速攻、あのもう本当試写会だから、うん、いろんな、まあ、いつも前面とかスケーターとか、まあねうんまあ、キッズ連れてるキッズの親とかも来てますけど、キッズの親に上すごいいい匂いするねって言われてそこでもあ、すいません、すいませんっつってみたいになっちゃって、すいませんがおかしいだろそうだねすいません、おかしくなっちゃうすごい、なんかちょっと面白かったです。なるほどね。でもいい関係というか、出だしもなんかすげえいい感じだし出会いとかなんかその始まり方とか、まあ狙ったわけじゃなくこう偶然が重なって出会ってできた発足とかもそうだし、今抱えてる人数っていうかもうすごいし、なんかまあ今後の野望的なのはあるんですか？あ、でも今もう次のビデオ作ってて、うん、今あの前もう今田中翔吾ってやつがいるんですけど、はい、田中翔吾のビデオ今ずっと俺に撮ってるんです。田中翔吾フルパートと俺が狙ってるのは綾弘フルパートー、星野大輝フルパートー、田中翔吾フルパートですね。でプラスフレンズ、また色とりどりのこってり系の濃い方々がいやでも翔吾とかダウンヒルとかめっちゃ早かったりとか、めっちゃ結構もうドキドキするような撮影しててめちゃめちゃおもろいっすね。あの毎回こいつバカなんじゃないのかなとしか思わなくて、じゃあ正田君的にはもう面白いになっちゃってんだね。もう面白いっすね。あのここスポットなんだよねみたいな、どこみたいな、うん、どこみたいな、この上みたいな、上みたいな
スケーターのそういう感じにはもうやっぱもう対応してきちゃって逆に面白いって思えるようになっちゃったぐらいの、そうですね、その中でやっぱ田中翔がちょっと頭一個抜けてて、頭がなんか、あ、こいつ頭おかしいなって、うん、しかも年齢が俺とあんま変わんないんですよ、翔、はい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 、多分今30ぐらいなんで、うん、3つ下とかで、うん、こんだけ体張ったスケートしてるとかっけえなみたいな、うん、っていうなんかナチュラルなリスペクトがあるっすね、あれに。なるほど。いやでもそう、すなんか正野くんのポテンシャルもすごいね、そういうの面白いって思ってガンガン弾けちゃうというか、うん、でも逆っす、もうスケートのビデオ撮り始めたらなんかPV とか MV 撮ってらんないっすそっち金になるのに。そうっすね、なんかアドレナリン出ないっすもん、PV とか MV の撮影じゃん。でもスケートの撮影ってこっちもアドレナリン出させてくれるんで、まあそうっすよね、ドキドキしたりとか、ドキドキしてメイクした時もちゃんと嬉しいしみたいな、駆け引きみたいのはあるんですか、こう例えばこのスポットで誰かがこれやって、あ、こいつならもうちょいいけんじゃないみたいなところをもうちょい押すみたいなのって、はい、例えばその怪我のリスクとかもあって、はい、自分が言ったことによって怪我しちゃったりとか、はい、なんかそういう駆け引きみたいなのあるじゃないですか。あるっすね。でも そういうところはやるんですか。いやでも自分は基本的にスケーター本位にしてて、うんうん、なんかそうっすね、なんかでもライダーのタイプによると思うんですよ、そういうのって、うん、人によると思うんで、うん、なんか人間とスタイル見てどうするか決めるみたいな、うん、田中翔吾とかはもうスポットが行かれてるんで、うん、もうこれやるって言われたらもうそれ以外ないんですよそれが優勝なんでみたいな、確かに、確かに、うん、それ以外出したらほんともうすごすぎるってなっちゃうんで、はい、でもケントとかはもう別にもうクリエイティブ系なんで、はい、もう言うことゼロなんですよ、確かに、ね、ああもうそんな思いついてんで勝ちだわみたいないや確かにそうか、自分がアイディア出せるほどでもないかもしれないっていうね。そうっすね。そっか、あ、まああとはなんかこう引きで撮ったけどちょっともうフィッシュで撮りたいみたいな、そういう欲とかは出てくるんですか。あ、そういうのはあるっすね、引きで撮った後にごめんやっぱフィッシュでもう一回撮っていいとかはあるっすね、やっぱあの辺は本当になんか多分俺に欠けてる部分というか一番これから培っていかなきゃいけない部分だと思うんですけど、スケーターとの駆け引きじゃないけどし、そのトリック自体の見栄えとかスポットのバランスとかをちゃんと考えながらどっちにしようって決めるのが一応監督の腕だと思うんで、そういう部分は多分ずっと磨いて悩んでいかなきゃいけないところなんだなとは思ってますね。じゃあまだまだ伸びしろがある感じでやっていくんですね。そうですね、伸びしろしかないと思います、ね、まだまだ本当に。じゃあなんか本当実際問題、さっきいろいろパッションでやってきたけど、なんかブランドはこうちゃんと金にしていかなくちゃみたいな気づいたのが最近ってことなんだけど、はいはい、そうですね、なんかこうやろうかなと思ってることとかあったりする。あります。こう悲しいかなんかあるんですか。なんかブランドはちょっとこっから、うん、ケントハードウェアっていうことで、うん、ハードウェアってハードウェアじゃないですか、うん、ビスとか、まあ、金属類、うん、だからちょっとなんていうんですかね、本当に俺のイメージでしかないんですけど、うん、まだ今まあサンプルは作ってたりとかするんですけど、うん、ちょっとそういう工業的なものを言ったら、スケーターもディッキーズ履いてたりとか、うんうん、なんか作業着っぽい格好好きなやつとか結構多いなと思って、太いシルエット、ワークスタイル、なんかカーゴパンツだったりとか、なんかワークシャツみたいなレッドキャップみたいな着てるじゃないですか。なんかああいうのの言ったらなんですかね、現場仕事みたいな格好みたいなのをなんかのスケーターがめっちゃ使いやすいものみたいなのをできたらなと思ってて、ハードウェアなんだけど、そういうのを作る人たちが着てそうなのをイメージしてプロデュースする。そうっす、スケーターっぽく、その、はい、今作ってるのは例えばシルバー作ってて、うん、シルバーアクセサリー作ってて、うん、スパナのリングだったりとか、はい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 、ネジがここ一周回ってるとか、うん、ナットがはめれるとか、うん、そういうの作ってたりとか、うん、なるほど、作ろうとしてて、うん、なんかそういう動きもあります、ビデオ以外だったら。でビデオはもう勝手にやるんですよ、あの言ったら、はい、ビデオずっと今までビデオばっか作ってて、まあ そっちのブランド的動きを全くサボってたっていうのが正直なとこで、はい、まあ、ビデオは今後もデフォルトとしてもう、そうなんですよ、なんか日常のことなんで、はい、意識してないですよね、はい、これやろうって意識してないで普通の動きでやってるってことだね。はい、まさなおくん電話しても出ねえから4回かけて4回目出て取り行こうとかそういうことをやってるわけだよ。もうそれ4回でも出るかわかんないし4回に1回ってさっき言ってたよ。いや4回かけては出る
あ、僕もかけてみようかな。電話番号聞いていいですか。多分出ないですよ。誰だこの番号っつって。出ねえぞっつって。そっか、じゃあまあ映像を撮るには出ない正信くんの電話を鳴らしまくるっていうのがライダーの。そう、でも出ないのは雄大だけなんですよ。構えられる、雄大引っ掛けられるから、ね。雄大はフックが弱いんで。たけしだったら結構出るんですけど、でもたけしは逆に電話が長すぎて最近出ないらしいです。あの、たけしの電話超長いらしい。確かにたけし、あのずっと話してるかもしれない。僕もこの間イベントだったんだけど、昨日あった出来事みたいな、渋谷であのガスマリアのライブ行ったでしょ。あ、行きました。で、スケボーが当たってなんたらかんてらみたいな、うん、顎がなんか腫れてる。ああ、言ったそれね、30分ぐらい喋ってた。だって俺今日ここ来る時も俺遅刻してきたじゃないですか、今日俺、うん、遅刻してきたんですよ、うん、30分ぐらい。僕の方が遅かったけど。そうだね。すいません。やべ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 、めっちゃ遅刻してるわと思ってたら、たけしが電話かけてもしもしって言って話し出しちゃったら、うん、電車来てんのにずっと喋ってた。やべやべ、ちょっと一回夜話そうって聞いてきたんですよ。あ、話好きなんだね。今日早速あの電話は本当にもう迷惑っすね。もう出たら終わりっすから。近況を報告してるんだからいいじゃん。もう出たら終わりっすよ。出たら終わりの話とかするよ。いやもう女に話す、ね、てかあいつ女の話しかしないよ、ね、女の同じ話しかしないよ。マジで。俺お風呂入って、僕も聞いたのそれ同じかな。女の話しか同じさ。今回の正直スケートビデオに関してはあのたけしと女の記憶しかないっすよ。まあそんなたけしがね鳥だから。そうそうそう。ものすごい目つきで迫ってくるところをちゃんとね抑えてるね。それで長剣のがたけしと高山よく一緒にいるじゃないですか、はいはいはい、高山レオ、はいはいはい、でそのたけしの話を聞きすぎてレオくんが逆にそれを説明する時があるらしい。でたけしがあそうそうそうみたいな手出して。それが長剣だと思って。聞きすぎて全部分かっちゃった。そうなんですよね。それとか長剣なと思って。やばいね。レオももうとばっちりじゃないけど、はい、逆に説明し始めるって言ってましたね。はい、気になる方はたけしまで。気になる方はたけしに連絡してみて。たけしが電話出たら2時間を覚悟した方がいい。2時間覚悟した方がいい。長いっすよ。長い。僕も1回ぐらいスルーしちゃうかもな。そう、撮影あのがっつり撮影してるともう結構密に連絡しなきゃいけないじゃないですか。はいはい。そう、毎回毎回ちゃんと1時間オーバーしてくるんですよ。電話が電話が。明日どうこうしようっていうだけのつもりが、あ、なんか最終東京の方行けるんですけどっていう電話が、はいはい、あのまず1回かかってきて、それがまず1時間半かかるんですよ、はい、で3日前ぐらいに「いやあの3日後とか大丈夫ですか?」みたいな、そしたら確認の連絡来るんですよ、うん、それも1時間半オーバーする、うん、で前日に電話来てそれも1時間半です。撮影時間で長いじゃないって。確かに4時間半かかってる。4時間半もかかってて、ね、3回の電話で、ね、あいつのこと全部知ってますもん。話してくれるから。あの時期のあいつのことは全部知ってますもん。なるほど。そりゃ鳥だね。って言うけど電話かかってきた時嬉しそうに出てるもんね。いやあのみんなといる時は今撮影だからって切れるのよ。でもこっちお風呂とか入ってるとあの俺のぼせそうだからもう出るねって言ってんのに、お風呂で電話取んのすごい。あの全然あの上がらせてくんだよ。いや勝手に上がれよ。いやあの湯船入った後はシャワー浴びたいじゃん。シャワー浴びて全部流す。その時に携帯電話できないじゃん。敏感で置いとけばもう上がりたいんだけどって何回も言うの。4回ぐらい言ってやっと上がらせてくれる。いやーなんかちょっとケントハードウェアの秘密が分かってきました。正直くんが優しい。そう、正直くんがとにかく優しい。そういう構図でいろいろいろんなもんがぶら下がってるみたいな。そう、みんながガッツってみたいな。そういうチーム構成なんですね。大体この1時間ぐらい喋った中で大体わかりました。そうですね。まあまあ終盤なんで、なんか言い残したこととか言っておきたいこと。これいつぐらい出るんですか。まあ今月中っすよね。あ、今月の末よ、ね、うん、なるほど。6月分。あ、7月15日に、はい、あのスキップファクトリーで、はいはいはい、ミーニングっていうメタルバンドのフリーライブがあって、うんうん、そこでなんか金網で囲われてるミニランプで、デモをやります。ケンタルでユーファッキン大ジャパニーズバラッド
たけし影山の3人でやります。今日話に今日いるゲストと一番話に出てきた話が長い影山たけし3人でやるとメタルのそのミーニングのバンドのライブ超ヤバくてもうモッシュとか半端なくてそれをなんかその金網とかでやっちゃうらしくて多分半端ないやばいね半端ないと思います。ヘイ和島、スキップの和島さんも信じるしかないね。おっかないけどなるほど、7月15日ですね。まあこれを聞い、これ6月中にアップされるんでまだね、先なんでその日、昼間東所沢でそのランプのデモがあって、うんうん、夜に江ノ島オッパーラで、はい、あの僕のバンドのライブがあるんでおーその大移動やるんで応援しに来てください。体力やばいねそれは。どうなんでしょう。その一日俺もケントの一日密着して取り行くんでおーデインザライフクレイジーデインザライフ撮ろうと思ってすごいデインザライフできちゃうねそれなかなかないよやばいね。いやーそっか確かに。でもなんかさ前あのゆうくんがいろいろ仕切ってくれてた時のディッキーズでなんか静岡でさ、うんうんうん、デモあるみたいなさ、はい、あったっすね。あったよね、うん、僕 MC でケントはライダーで行ったんだけど確かその時も平塚で昨日から遊んできて寝てませんって言ってそうだ寝てない状態で確かやってた。なんかそうですね、ランプのデモ、高速のパーキングでなんかゲロ吐いて味噌汁飲んでみたいなことしてた気がするそうですねでも今回はあれですねスケートが先なんでまだマシです。あ、そうだねあの時デモもしっかりしてたもんな、そういえばまだそういう体力残ってるんだね。もう酒で吹っ飛ばすスーパーラットじゃあ7月15日もまあデモしてメダルのライブみんなで乗ってで、夜は自分でライブして、はい、むちゃくちゃっすね。山佐野君はそれに1日ついて1日ついてて雄大も最後まで行っちゃうパターンでしょ。雄大はスキップなんだな。あの15日にそのライブじゃないですか、うん、その前日と前々日に栃木でレイブがあってDJ で呼ばれてて2日間をこなしてからそのライブに参戦します。なるほど。でまあ体力あったらついてこうかなって思って。絶対行くね絶対行く栃木、埼玉、江ノ島みたいなね。そうだね、はい、やばい。みんな楽しんでますねやばい。俺は絶対に車で行かないんです。ああ足に使われるからいや俺なんならあの最悪もそのまま車で行っちゃおうと思って、ね、ああなるほど。逆にね、うん、絶対乗せないからねそこは乗せろそこは乗せろよ乗せてあげてよ絶対乗せ、俺優しくないもんこいつはだって最後のケント、この前のケント肌のビデオの最後のクレジット俺のことスーパーアッシー君にしようよって言ったんですよ言ってたわ俺言ってない、俺言ってない言ってた言ってた俺言ってないよひどすぎないの言うばっきんだよな、やっぱいやースーパーアッシーね。あーめちゃめちゃめちゃいいチームなのが出てきましたけどなんかいい感じのチームだってのが分かりました。むしろ忘れてた俺それそれ言ってたの俺の鋼のメンタルよ俺のメンタルギャグだからスーパーアッシーギャグギャグそれさでも本気でリアルにスーパーアッシーされたらどうすんのいやしてるよしてないしてないしてないだって最近会ってなかったもんそうだったよね確かに、うん、確かに。野沢君は告知か何かありますか。何もないです。あ特にないです。次なんかスーパーアッシーになるってことだ今日から今とりあえずいや今までも今後もとりあえずずっと田中翔吾の今パート取ってるんで。ああやばそう、うん、毎日交通事故でしょ。相当今やばいの結構取れてるんでちょっとなんか死なないことを祈ります。はい間違いない間違いない。いやあの俺も毎回撮影中いつもそう思ってます。あ死なないでくれみたいないや本当にそういうレベルのあれだよね、うん、レベルですね。ハンマード愛がちょっとレベチちょっとレベチなんで。勝負は自分でそういうスポット持ってくる持ってくるっすね。これいけるっつって行けるわけないじゃんみたいな。あでやってみたらうんやっぱいけねえわもあるけどなるほど。でも逆にねえわやばい。でも逆にいけるっていう時の方がいやこれ絶対いけないよって俺は思う方がいけるんすよあいつ。なるほど。あのバグってますね。あ完全さすがあじゃあそんなパートを撮影中ということで今撮影中ですね、うん、だって俺一回横浜で撮影の集合で、うん、まだその時翔吾くんそんな知らなくて、うん、でこう
普通に歩いてたら、なんか後ろからめっちゃガーってありえないぐらいうるさいプッシュの音がするんですよ。そしたらパッて見たら、あの観光バスに捕まってる野生の田中翔子見たすから一人で翔子一人で、うわ野生の田中翔子だと思ってシラフなんだもんね、うん、でもうほんと50キロぐらい出てるよあれもう普通に動いてるバスにひっついてたんですからね田中翔子やばいやばみたいな撮影場所が遅れていくとめっちゃ急なダウンヒルとか一人で下ってんので一人でぶちこけたりしてんのやばいねこいつおかしいなと思っていやちょっといろいろあの人はやばいんだねやっぱねそのパートが、ね、そのパート次回結構多分、はいはいはい、いや目玉の結構度肝抜かれると思うっすよ、うん、あれは、うん、次の目玉のいつぐらいを目処にまあ来年中に出せたらいいかなああ、うん、いやそれ相談なプロジェクトですね理想は来年中理想は中来年中にじゃあちょっと楽しみにしましょう田中翔が死んでなかったら来年中出せる間違いない、うん、確かに死んでもおかしくないかな、うん、全部ほんと死んでもおかしくない本当におかしくない、うん、そうかじゃあ雄大は7月の13、14が DJ そうですね13、14 DJ でそっから15にそのライブとデモですね、はいはい、で最終的には江ノ島でくたばってるパターンですかねいやまあできれば帰りたいですけどね俺もスーパーラットなることになるかもしれないですね一緒にスーパーラットしようよ怖いんだもん怖いんだもん江ノ島だったら江ノ島だったらケントンチ泊まればいいじゃん ね怖いんだもんケントンチ誰が来るか分からないいろいろとねいろいろとね今怖いしねいろいろと怖い中の時期すいませんでしたありますね確かにはい徹底なわけでって感じですかねありがとうございますあ明日は滑るんですか明日は明日仕事っすねナチュラルに明日滑りてケントはスケボーがないから滑るそうなんですよ、ちゃんといやースーパーラット中だもんねスーパーラット中で今スケボーがなくてでまたなんか明日アッシーでしょ誰の誰かの誰スーパーアッシーだから、うん、そうね、うん、明日は普通に仕事しますそっか、まあダラダラ喋ってないでスケボーしろっていう番組なんでねダラダラ喋ってじゃねえぞっていうことで間違いない締めたいと思いますけどもシャラッパンドスケートエピソード63今回のゲストは吉岡健と星野雄大そして竹内正真くんでしたありがとうございますありがとうございました7月15日からみんなでメタルで盛り上げましょう間違いないマジカルモッシュミスフィットなんでミスフィットって言った